今回はウイスキー好きの1日ルーティンをご紹介していきます。まあ、Vlog ってやつですね。この日は雲一つない快晴だったのですが、風が強いのと35度とクソ暑い日でした。こんな日は家でお酒を飲みながら過ごすのが一番なのですが、ウイスキー好きとしては外出しなければいけない用事がありました。わざわざ1時間ほどかけて船橋までやってきました。その用事とはビッグカメラで開催しているウイスキーの抽選です。今回は大宮、所沢、船橋3店舗限定の抽選でした。今年の1月から開催されるたびに申し込んではいますが、1回も当たったことはないんですよね。まあ申し込まないと当たらないので、わざわざここまで来たという感じです。申し込み後に店内を軽く見ましたが、気になるウイスキーはなかったですね。今回行くどのお店に関しても、お店の中に結構人がいましたので、店内の商品とか値段に関しては撮影していませんのでご了承ください。ビッグカメラの後はイサリビというラーメン屋さんでネオ中華そばというものをいただきました。チャーシューが美味しかったので、スープに梨がすごく効いていて美味しかったです。駅に戻って東京駅にやってきました。八重洲地下街のウイスキーをいろいろご試食していきます。最初に来たのはリカーズ長谷川さんの北口店です。ウイスキーがメインではないので、オフィシャルのボトルを多く取り扱っている印象です。売り切れでしたが、ラガプーリン16年の痕跡を見つけました。続いて訪れたのがお酒ドンキです。ショーツで投稿していますけれども、ウイスキーガチャというものが開催されていましたので、1回やってみました。狙いはもちろん山崎12年、白州12年なんですけれども、結果や1回動画の後半でご紹介していきます。ウイスキーガチャは1回3850円でした。まあ、封がされてるわけじゃないので、結果はもらった瞬間にですね、ちらっと見えてしまうんですよね。続いて来ましたのがリカーズ長谷川さんの本店の方ですね。こちらウイスキーがメインで、オフィシャルもボトラーズもかなり大量に置いてあります。ちらっとね、 GA という文字が見えてますけれども、こちらでウイスキーを1本購入させていただきました。続いてビッグカメラ有楽町店に来ました。こちら特に気になるのはなかったかなというような印象です。続いて銀座に移動しまして、即配さんへ行きます。ジャパニーズ系は厚岸とか日華の終売品とか扱ってるんですが、プレネなのでなかなか手が出しづらいという状況です。スコッチ系で掘り出し物を見かけることがありますが、この日はちょっとなかったなという印象でした。同じ通りにある信濃屋さんに行きます。アードベックの10、5年のウィービスティ、アンオーの 200ml のセットになっているモンスターパックが販売されていましたね。ウィービスティとアンオーは飲んだことないですし、アンオーは国内終盤品なので購入するか悩みましたが、まあ、将来的に並行輸入されることを期待して今回はスルーしました。続いてはドンキに来ました。ジャパニーズ系は情熱価格で販売されていますね。その他、まあ、気になるものなかったかなという印象です。銀座は土日歩行者天国やってるので散策しやすいんですよね。続いてはおなじみのリカマンさんですね。試飲ができるので非常に便利なお店なのですが、この日は店内がめちゃくちゃ混雑していました。さらっと見てこの日は退散という形です。続いて山屋さんです。レジの中も物色しましたし、ガラスケースの中も覗いたのですが、気になるものはなかったですね。続いて銀座三越に来ました。ワインと日本酒がメインなのですが、ウイスキーもちょっと置いてあります。稲妻のピンクの方が見られましたね。飲んだことがないので気にはなるんですけれども、ちょっと今回はスルーさせていただきました。続いて松屋銀座に来ました。こちらにもアードベックのモンスターパックが売っていましたが、スルーして店舗散策は終了という形で、まずはウイスキーガチャの結果ですが、モンキーショルダーでした。ハズレではあるんですけれども、飲んだことがないので個人的にはいいかなというような感じです。続いてリカーズ長谷川さんで購入したのはグレアラヒ10年のカスクストレングスであります。こちら限定品ということもあって購入していました。楽しみな一本ですね。では炎天下の中歩き続けましたので、水分補給といきましょう。まずはバスカー緑のハイボールですね。本当にフルーティーな一杯で、もうね、飲みすぎてなくなりそうとなっています。おつまみは冷凍ですが焼き鳥です。意外とこのタレ美味しいんですよね。2杯ぐらい飲んだら切り替えていきます。みんな大好きフロムザバレルのハイボールです。度数が高いだけあって味が濃いというのがね、すごくいいところです。2杯ぐらい飲んだらですね、ストレートに切り替えてクライノリッシュ14年にいただいていきます。甘いトロッとしたような感じがですね、好みですね。おつまみはピスタチオを食べていただきます。ナッツの中で一番ピスタチオが好きですね。そして最後にアードベック飲んでいきます。ストレート用のグラスが1脚しかないので僕用で飲んでますが、スモーキーさがね、うまいですね。最後に締めとしてブリュレのアイス食べていきます。ちょっと高いのですが、これちらうまいんですよね。こんな感じで晩酌兼夕飯を食べてというか飲んでですね、ウイスキー好きの一日終了となります。